はい、ガレージライフの高橋直樹です。スタッドレスタイヤに交換したんだけども、雪がなかなか降らないので、もう一度サマータイヤに戻した方がいいのか、そのまま履いていた方がいいのかというお話をいたします。実はこれスタッドレスタイヤの意外なお話にもなりますので、ぜひ最後までご覧ください。もうタイヤ交換した方っていうのは結構ね、僕の地域では多いんですよ。秋田県と言いますと、僕の住んでる県の南部ですねの方になりますと、豪雪なんてもんじゃないし、やっぱり寒い日も続いてきましたので、一昔前より皆さん早くタイヤ交換してるなっていうイメージはあるんですよね。ちょっと前までは週間天気予報に雪マークがつきましたって言った時に、もう一気にタイヤ交換って始まるっていうか、ラッシュになるっていうのが大体のそのタイヤ交換の目安だったんですけども、近頃はね、11月上旬また中旬までにはしっかりとタイヤ交換を終えているという素晴らしい管理をしているなと思うんですけれども、ただこの週間天気予報って変わるじゃないですか。雪マークが続いてたんだけど、ちょっとしばらくしたら雪マークが全部消えて雨のマークになってたりとか、よくあるのが11月頃ですかね、一回なんかみぞれっぽいのが降って、あとしばらく降らないっていうことがね、続く時があるんですよね。もうそれこそお正月過ぎ頃まで降らないっていう年もありますので、まあ、そういった場合皆さん気になるのがタイヤの減りかなと思います。せっかく今年新しいタイヤ買ったんだけど、あ、もったいないなっていうね、特に新しければ新しいほどね、なんかそういった気持ちになるということで、そういうこともあってですかね、たまに聞かれるんですよね。まあそういった時にもったいないんで、夏に履いてたタイヤ、まあ普通タイヤと言いますか、今回はサマータイヤと呼ばせていただきますけども、まあ、サマータイヤに交換した方がいいのかなというお話なんですよ。気持ちわかります。やっぱりスタッドレスで普通に走ると劇的に減るんじゃないかなっていう感覚はありますから、じゃあどうしたらいいのかということなんですけど、まず一つ目は、自分でやるにしても、業者さんにもう一回タイヤ戻してくださいって頼むにしても、自分でやるにしたらやっぱ手間ですよね。結構かかるじゃないですか、時間一本一本やるって。業者さんに頼むとなればお金もかかる。お金とか手間に換算しますと、まあ11月に交換しました、大体もう正月を過ぎると雪が降る地方っていうのは大体降るもんなんです。まあそれは暖冬の影響もありましてね、ほとんど降らなかったっていう年もまあ中にはあるんですけど、まず基準としてはお正月まで降らなきゃいいなっていう言葉って結構聞くんですよね、うん、お正月まで降らなきゃその屋根の雪下ろしとか一回得するよね的な感じのお話なんですけど、それぐらいな感覚なんですよ。だから、まあ、11月上旬に交換して12月までな何も降らなかったとしても、まあ、2ヶ月ですよね、まあ、2ヶ月でどのくらいその溝って減るのかっていうことですよね。だってその2ヶ月で5ミリも減るようでしたら、タイヤなんていうのはもう1年しか持たないわけですよ。まあそういうことないじゃないですか。あまりひどい走り方するとそうかもしれないんだけど、減るとしても何ミリも減るっていうことはまずないし、まして1ミリも減るかって言ったらその程度なので、まあ、そこに手間をかけるのか時間お金をかけるのかということなんですよ。まずそれが一番大きいかなと思いますけど、あと安全面で実はこのスタッドレスタイヤ意外な性質があります。スタッドレスタイヤっていうのはね、雪が積もっている路面もしくは凍っている路面、これに強いタイヤっていうイメージあるじゃないですか。確かにおっしゃる通り、そういった路面に対して強くなきゃおかしいんですけど、それ以外の話でいきますと、じゃあ先にね、スタッドレスタイヤの意外な特性を話す前に、サマータイヤのデメリットをまずお話ししますね。サマータイヤっていうのは温度が低すぎると、タイヤの持つ本来のグリップが得られないということがあるんですよ。F1 とか見たことある方いらっしゃれば、ちょっと気づいたかもしれませんが、スタートする前にですね、こう蛇行運転をして、あえてね、こうタイヤを温めて、グリップ力を増すっていうウォーミングアップをするんですね。まあそういうこともありまして、このサマータイヤ実は低温に弱いということになります。低温に弱いということは、そのグリップ力がちょっと落ちてくるっていうことになると、そこでスタッドレスですよ。スタッドレスは決して雪のないそういった路面状況っていうか気温の中でも比較的スタッドレスタイヤの持つ独特のゴムの柔らかさです、あれが効いてくるわけなんですね。ということで、そのサマータイヤがそのグリップ力がちょっと落ちてくるっていうところの温度っていうのはだいたい5度から7度と言われておりますので、そこら辺がスタッドレスとサマータイヤのラインになってきます。ということで、雪が降るか降らないかっていうことよりも、タイヤの交換時期の目安としては気温で5度から7度ぐらい下回りそうな時期を狙って交換というのも一つの
交換の目安になるかなと思います。その5度から7度以下になる環境であればスタッドレスタイヤを装着している意味があるということになりますので、雪が降ろうが降るまいがそのタイヤの持つ特性ですよね。まあその人もやっぱり寒くなれば着込むのと同じでタイヤも同じなんですよね。寒くなったら、スタッドレスタイヤっていうのはこういう考えでいきますとやっぱり11月12月っていうのは気温がぐっと下がります。日中は上がったとしても朝晩なんかすごく冷え込みますので、まあそういうことからねサマータイヤに戻さずにスタッドレスタイヤをずっと履き続けるということをお勧めします。ということでね、このスタッドレスっていうのは水の膜に強いというイメージがあるんですけれども、実はこのゴムの特性上低温にも強いということでね、逆にサマータイヤはグリップ力が落ちてきますので危険ですよということになります。で今回は冬タイヤを夏に戻すかどうかという話だったんですけど、割とこれ逆のパターンの方があるかなと思うんですよね。3月下旬から4月頃ですか、まあ、その頃になるともう雪が降らないだろうなと思って早めに交換しました。そうしたらなんか、季節外れの雪が降ったっていうことでまた交換したよってねお話を聞いたこともありますので、今のシーズンよりも春のシーズンの方がそういったことが多いのかなっていう印象はあります。まあそれは春も同じことで、早朝早く出勤しなきゃいけないっていう方であればね、7度以上ぐらいの気温になってから交換すればいいんだなっていうね、そういった温度の基準が分かっていれば大体の交換時期が分かると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。